こんにちは、ケイドアです。今日はチェーンソーマンコラボ引くべきかどうか最終考察やっていこうと思います。いつも通り各キャラの強い点、気になる点を話していきまして、総合評価で引くべきかを解説していきます。モンスト内の性能評価をする上で、どうしても各キャラの弱い部分も話していくんで、自分がせっかくオーブを貯めて引いたキャラを、そういう風に言われるのが苦手な方だったり、作品が好きな方に関してはご注意ください。大前提の話をすると、チェーンソーマンがもう大好きだという方は、評価関係なく引きましょう。好きは正義です。コラボガチャの注意点を話していくと、期間限定のガチャなんで、今後欲しくなったとしても二度とゲットできない可能性があります。今は活躍していないキャラも、後に接待が入って評価が爆上がりすることも全然あるんで、それがコラボのいいところでもあり、怖いところなんですよね。で、チェーンソーマンコラボに関しては、今後第2弾は全然あり得ると思うんですけども、理由としましては、アニメ公式サイトを見ると、今回のアニメ1期でやる範囲が、おそらく茜とあの悪魔が登場するまでなんで、原作で言うと38話ぐらいまでだと思います。今回のコラボに関しては、原作コラボとは言われてるんですけども、最終的にはアニメ1期とのコラボで終了すると思います。なぜかというと、しっかり声優さんに関しても、もちろんアニメと一緒だし、漫画の最終章ぐらいのキャラをキャストも発表されていないのにアプリに出すわけがないんで、アニメの公式サイトにも発表されている通り、原作の38話ぐらいで一旦終了すると思ってます。なので第2期以降のアニメが始まったら第2弾もありえるんですけども、基本的にジャンプ作品は新しいアニメを作るのに2年ぐらいかかるんですよね。数字があんまり取れなかったら今後アニメを作らないっていうことも全然あるんで、とりあえず今回を逃すと入手が難しくなります。では結論から話していくんですが、今回のガチャに関してはもちろん引く価値あるんですけども、皆さんの手持ちだったりプレイスタイルによっては無理して引かなくてもいいかなと思いました。なぜかというと、まずチェーンソーマンですね。天魔9の適正キャラなんですけども、そもそも天魔やらないとか、難しいコンテンツやりません、未来投資もしませんっていう方は現状の使い道はほとんどありません。パワーちゃんに関しては非属性のワンパン枠、割合枠なんですけども、ワンパン枠に関しては非属性めちゃくちゃ多いんで、コナミ先輩、煉獄さん、ヨルさんとかその辺持ってる方だったら最悪代用もできるんじゃないかなと思います。秋に関しては完全に未来投資枠なんですよね。なので難しいコンテンツを初日からガチでやらないっていう方に関しては、後々限定キャラとかで適正キャラが増えていくと思うんで、そのタイミングまで待ってプレイするっていう方は必要ない可能性があります。逆にこれらに当てはまる方、天魔9やります、未来投資します、純ワンパン枠欲しいです、非属性のワンパン枠持っていないし、割合のキャラも欲しい、あとは超高難易度ガチ勢で、天魔だったり、新号術に関しても初日からバチバチ周回する方に関しては、今回のガチャ引く価値が高いと言えます。なので今回のコラボキャラに関しては、かなりガチ勢向きの性能をしてるんですよね。たまにしかモンスターやらないし、天魔も進めていません。豪絶に関しても、ミラクルミンだったり、ビスケットが使えるようになってから周回するっていう方は、正直そこまでおすすめはできないかなと思います。ではね、今後のモンストのイベントの流れを見ていくんですけども、まず11月ですね。例年だったら11月後半にコラボがあって、去年は属性限定のアンドロメダとかも登場しているんですけども、今年に関しては全て属性限登場しましたし、コラボに関しても前半に来てるんで、後半のイベントは特にないんじゃないかなと思ってます。もしかしたら劇獣新限定がこのタイミングで追加されるっていう可能性もあるんですけども、例年の流れだけを見ると後半は特にイベントがない可能性があります。で、12月ですね。これに関しては毎年劇獣新限定が追加されていまして、あとは後半にクリスマスアルファが来ます。年末に関しては3日間ぐらい結構熱いガチャが来るんですけども、まず29は初月確定ガチャかな。これに関しては毎年限定キャラも対象でした。で、30日に関しては振り返りガチャですね。1月から6月の分と7月から12月の分があるんですけども、今年登場したコラボキャラを除いた限定アルファ工場キャラが全て対象のガチャなんですけども、運が良ければアナスタシアアルファとかオニャンコポンアルファ、アルスランとかもゲットできる可能性があります。大晦日に関しては毎年恒例のオールスター感謝ガチャ。これに関しては20連引けまして、20連目の最後の1体は限定キャラが確定でした。これプラス去年は大晦日限定で劇中審査も開催していたんですけども、初回だけ 24% でしたね。こんな感じで12月はもりもりあるんですけども、さらに1月、鳥獣審査の新春限定が登場します。今年はネオが登場しまして、今でも最強キャラなんですけども、もうあと2ヶ月後には新しい限定が登場します。そして今年後半イベントに関しては、ニューイヤーアルファガチャがあったんですよね。なのでこれを見てわかる通り、12月、1月に関しては、めちゃくちゃオーブを使うイベントが多いです。
なのでオーブの使いどころが難しいところなんですけども、今はね一応書庫のリセットが入ったんで、例年に比べたらオーブの貯蓄は割とある方なんですよね。やっぱりコラボに関しては期間限定キャラなんで、今回逃すと入手が本当に難しくなります。希少価値が高いんで、これらのガチャを差し置いてでも引いておくっていう考えは全然ありだと思います。実際これまで登場時はどこで使えるねんっていうキャラに関しても、後に接待が入って、あの時引いておけばよかったと後悔したことある方多いと思うんですよね。もちろん全ての期間限定キャラが接待入るわけでもないし、中には外れキャラもいるんですけども、キャラを持っていなくて後悔するのが嫌っていう方は引く価値が高いと思います。ではまずはチェーンソーマンの強い点から見ていきましょう。このキャラの特徴としましては、まずは殴りですよね。超バランス型の効果プラスカウンターキラーが乗ってくるんで、難しいコンテンツでも火力を出しやすいし、超 AGB を持ってるんでシンプルに殴れる回数も多いです。他には地味なんですけども、無属性耐性とソウルスティールを持ってるんで守備面も優れています。無属性耐性に関しては電線切りとかメテオとか電撃とか、そういう風な攻撃の被ダメージを 25% カットしてくれます。他には友情コンボですね。全敵貫通分裂弾とトライデントチップ層を持ってるんですけども、全体的に火力も高めで、ボス火力だったり雑魚の殲滅力もしっかりあります。特に全敵貫通分裂弾に関してはアーキレットについて2体目の実装なんですけども、必中性のある友情コンボかつ超バラ効果も乗ってくるんで割と火力を出してくれます。そして何よりの強みは SS ですよね。自強化プラスボス必中の追撃プラス HP 全回復と自分の状態異常を回復します。かなり仕様がややこしいんですけども、まず自強化倍率は 2.2 倍と結構高いです。そこから細かい攻撃をしていくんですが、まずはランダですね。敵の下ぐらいで9回ぐらい殴ってから切り上げをします。さらにそこから12方向に切りつけていくんですけども、まあ、全部貫通していってるんで割と判定も拾いやすいし、累計倍率は 17.2 倍あります。この倍率に超バラ効果とカウンターキラーが乗ってくるんで、特に天魔9に関してはめちゃくちゃ強かったです。あのクエストは本当にボスが硬いんですけども、 SS によって大ダメージが出せるんでかなり攻略難易度が下がりました。もちろん天魔9以外でもクエストによってはしっかりワンパンも狙えるんで、光属性の新たなワンパン枠として登場しました。あとは SS 中にダメージオールだったり地雷ニードルパネルとかを踏んでしまって HP がゼロになったとしても、停止後に HP を全回復するんで、それもね難しいコンテンツでは非常に強いですよね。1段階でも HP 全回復したんで本当に攻守万能な SS かなっていうふうに思いました。では気になる点見ていきましょう。現状天魔9以外ではほとんど使う場所がないし、そもそも天魔をやりませんとか、天魔9の適正キャラもう潤ってますっていう方に関しては特に持っていなくても困りません。普通にフランクリンアルファいっぱい持ってるし、超戦型全員解放していますっていう方だったら使わない可能性もありますよね。そして SS に関しては弱点必中型ではないし、クガの重心化のように決まった方向に細かく動き回るんで、正直ワンパン性能としては結構低いと思います。なので純ワンパン枠として呼んでるんですけども、一応クエストによってはワンパンはできます。ただめちゃくちゃ暴れ回るんで、弱点露出とか接待してあげないとワンパンはしにくいと思います。あとは友情コンボなんですけども、トライデントチップ層、これに関しては弱った敵に飛んでいくんで、クエストによってはビットに飛んでいくとか反撃モードの敵に飛んでいくとかでボス火力に貢献できない可能性は結構あります。やっぱり数は増えたとしても良くも悪くもチップ層なんで性能としては変わってないんですよね。めちゃくちゃチェーンソーマンらしい友情コンボなんですけども、扱いにくさは変わってないかなと思いました。では総合評価見ていきましょう。現状このキャラの評価する点はやっぱり天魔9の適性というところですよね。完全ギミック対応、魔法陣も対応しているんで火力を出しやすい、プラスめちゃくちゃ硬いボスに対して SS を打つだけで高火力を出せるんで、その点がめちゃめちゃ評価できると思います。あとは魔法陣転送壁として今後活躍できる可能性もあるし、転送壁のこういうワンパン枠に関してはまだまだ数が少ないんで、もちろん純ワンパン枠なんですけども、出番はね結構増えるんじゃないかなと思います。やっぱり天魔9に関しては適正キャラがめちゃめちゃ少なかったし、困っていた方も多いと思うんですけども、貫通タイプなんですが完全ギミック対応で強キャラとして登場したんで、今後も毎月天魔9を攻略していきたいという方だったり、転送壁の直殴り SS のキャラを持っておきたいという方は1体狙いに行くのは大ありかなと思います。
そもそも光属性のワンパン枠のキャラの話をすると、数が少ないプラス動き回れるキャラが少ないんですよね。現状星6キャラに関してはデクだったりサボが主流でして、これらは張り付き系の SS だから、ケンリンに触れてから攻撃力アップとか、敵に触れるごとに攻撃力アップのクエストではこのキャラたちは非常に使いにくいです。動き回れるキャラとしては星5に善逸がいるぐらいで、星6では特にいなかったんですよね。なのでしっかり動き終わった後に追撃できるっていう点は評価できると思います。個人的な評価としましては、今回のコラボの超大当たり枠ですね。今後もっと増えてくるであろう転送壁のクエストにおいてもしっかり活躍できると思うし、現状超高難易度の天魔9でも大活躍しているんで、その点をしっかり評価しています。冒頭にも話したんですけども、天魔9やりません、未来投資しません、ワンパン性能として見ると低いんで、そういう方に関しては狙わなくていいと思います。ではお次、パワーちゃんの強い点から見ていきましょう。このキャラの特徴としましては、理想火力が高い殴りが強力ですよね。超バラ、超アンチダメージオール、レーザーバリアキラー、底力乗ってくるんで、すべて乗ってくると 2.925 倍、約3倍かける、そこから超バラ効果乗ってくるんで、理想火力に関してはめちゃくちゃ高いです。友情コンボに関しては両方とも無属性なんですけども、単体火力がめちゃくちゃ高いです。超絶電撃と超強シャイニングピラーなんですけども、これにレーザーバリアキラーも乗ってくるんで、これはボス、雑魚ともに結構火力を出してくれます。で、このキャラも SS めちゃくちゃ強いんですけども、自強化プラス割合プラス直殴りの追撃をしてくれます。2段階だったら自強化2倍プラス割合が 24%、 そして追撃が6倍なんですけども、追撃の倍率に関しては正直低く見えると思います。ただこれに関しては判定がめちゃくちゃ広くて、追撃としては縦軸の追撃なんですけども、横の判定も結構広いんですよね。なのでボスが極端にでかくて、弱点も真横についてるっていうやつ以外は基本的に全判定を拾ってくれます。この6倍の追撃プラス超バラ効果、超アンチダメージオール、レーザーバリアキラー、底力も乗ってくるんで、理想火力は結構高いプラスしっかり割合も入るんで、他のワンパン枠のキャラと比べても結構火力は入る方です。では気になる点見ていきましょう。これはまあ個人的な願望なんですけども、できれば属性友情コンボが一つぐらい欲しかったです。せっかくね、超バランス型解放できるんで何かしら欲しかったですね。そして非属性のワンパン枠に関しては割と数が多いです。名前を挙げていくと、煉獄さん、夜さん、コナミ先輩、マーム、イタドリとかね、こういったキャラたちがいるんで、この辺を全て持ってる方に関しては代用できる可能性があります。理想火力に関しては 17.55 倍×ヒット数×超バラ効果なんですけども、レーザーバリアキラーとか底力乗せるのは結構難しいし、理想値を叩き出せることは結構少ないです。実際に僕も近畿28で使ってみたんですけども、底力を出すために結構時間をかけて火ダメージを受けたんですよね。そういったことをしないと火力アップできないんで、状況によっては結構難しいんじゃないかなと思いました。あとは弱点判定いっぱい拾おうとは言ったんですけども、もちろん拾えない敵もいましたし、そもそも弱点の数が少なかったら火力は大幅に下がります。例えば最近のクエストで言うと、窓マギコラボのワルプルギスの夜、あれに関しては内部弱点の1個しかなかったんで、判定数は本体判定と弱点の1個しか拾えません。それこそ近畿28に関しても弱点2箇所しかなかったんで、最大火力は弱点の3倍プラス本体判定と弱点箇所の合計5倍です。そういう風にボスによっては火力が下がってしまうんで、めちゃくちゃ扱いやすいタイプのワンパン SS ではないかなと思いました。とは言ってもちゃんと計算するとパワーちゃんの SS に関しては割と火力出るんですよね。こちらの表を見てほしいんですけども、さっき挙げたキャラたちと比べてみました。属性倍率超絶アップのケースで仮定しまして、弱点判定も3つあると仮定します。夜さんとコナミ先輩に関しては本体判定プラス弱点1個と仮定します。あとの煉獄さん、マーム、イタドリに関してはどこを殴っても弱点扱いなんで、基本的に3倍火力しか入りません。そうするとオレンジの火力が最高倍率なんですけども、パワーちゃんに関しては約 161.8 倍、夜さんに関しては約 113.2 倍、煉獄さんに関しては約 202.3 倍、コナミ先輩に関しては約 185.8 倍、マームに関しては 74.1 倍、イタドリに関しては約 117.6 倍、こんな感じですね。まあもちろんパワーちゃんに関してはレーザーバリアキラーが乗りにくいと思うんで、現実的には超ダミオン発動と底力発動の約 107.9 倍だと思うんですけども、この火力プラス割合効果の 24% も入ってくるんで、意外と火力高いんですよね。しかも弱点露出プラス弱点効果アップをすれば
めちゃくちゃ火力アップするんで、多分他のキャラを差し置いて一番火力出るんじゃないかなと思います。煉獄さんとかコナミ先輩に関してはキラーも乗せやすいし最大火力めちゃくちゃ高いんですけども、このキャラの強みとしましては弱点判定がいっぱい拾えるプラス割合があるんで、しっかり差別化されてるなと思いました。ではパワちゃんの総合評価見ていきましょう。割合プラス直殴り追撃の SS が強力なんですけども、難しいコンテンツではワンパン枠もしくは割合枠としても活躍できるんで、そこはねしっかり評価できると思います。特に最近の超高難度クエストに関しては HP が高めで結構ワンパン対策されてるんですよね。そうなった時にこのキャラに関しては割合 24% があるんで、しっかりボスの HP を削ってくれるんですよね。とは言ってもギミック対応に関しては結構数が揃っていまして、まあ現状ね、ダメオ原則に関しても、近畿28でハマってる。あとは最近貫通枠で、プレデビュールも来たんで、正直接待がなかなか入らない気もします。今後可能性あるとしたら、ダメオブロックもしくは、ブロック原則なんですけども、ここがしっかりハマった時は、めちゃくちゃ強いと思います。全体的に見ても、火属性のワンパン枠は数が多くて、ダメオに関しては、マーム、コナミ先輩、煉獄さん。ブロックに関しては、コナミ先輩とヨルさん。原則壁に関しては、イタドリ、コナミ先輩、ヨルさん。こんな感じで結構揃ってるんで、こんな感じでいっぱいいるんで、この辺のキャラたちを勢揃い持ってるっていう方に関しては、代用できてしまう可能性があるんですよね。ただ、このキャラに関しては、SS を打った時に、しっかり動けるプラス、割合も持ってるんで、今後の超高難度クエストでハマった時は、しっかり評価上がると思うし、基本的にワンパン枠のキャラは抑えておきたいっていう方は1体狙う価値あると思います。なのでこのキャラに関しても個人的な評価としましては、今回のコラボの超大当たり枠ですね。しっかり差別化されていて強いと思います。では最後秋の強い点から見ていきましょう。このキャラに関しては蝶腹解放できるプラス転送壁を持ってるんで、今後のクエストで活躍がめちゃめちゃ期待できます。実は水の反射ガチャ弦星6では秋が初実装です。なので希少性がめちゃくちゃ高いんですよね。これプラス超レーザーストープだったりドレインを持ってるんで、難しいコンテンツで HP 管理もしっかりしてくれます。やっぱり反射のドレインに関しては敵の間に挟まるだけでめっちゃ HP 回復するんで、これが本当に強いですよね。最近の強キャラで言うとルフィだったりルナ、あとはトウシロとかもいるんですけども、 HP 管理が難しいクエストほどこのドレインはめちゃめちゃ活躍します。そして友情コンボに関しては単体火力が高めな4反射分裂弾とマーキングミサイルですね。しっかり属性友情プラス誘発もできるんで、その点は評価できると思います。そしてこのキャラも SS 自強化倍率が2段階だと 2.4 倍ありまして、さらに遅延が入るんですけども、2段階だったら最大5ターン入るんですよね。これがめちゃくちゃ難しいコンテンツで強いと思います。性能全体的に見て結構トウシロウと被る部分あるんですけども、蝶腹、ドレイン、遅延を持ってるんで、本当に今後難しいコンテンツでハマった場合は攻守万能なキャラとして大活躍できると思います。2段階の SS が本当に強くて、自強化倍率も高い上に遅延も最低3ターンからなんで、 SS の効果としてはめっちゃ強いと思います。では気になる点見ていきましょう。やっぱり転送壁に関しては現状使えるクエストがほとんどないんで、完全に未来投資のキャラ性能になっています。もちろんダメオ超マインもあるんですけども、この枠に関しては割と強キャラがいるんですよね。ラファエルだったり、あとはウボサスラとかもいるんで、まあダメオマインで戦っていくのは結構しんどいかなと思います。反射の転送壁のキャラに関しても現状数がめちゃめちゃ少ないし、ガチャゲンに関しても1体しかいないんで、接待入るのも結構先なんじゃないかなと思います。もう少し数を増やさないとこのキャラ一強になってしまうんで、その間にもう少し強いキャラが出る可能性があります。ただ逆に今後難しいクエストでハマった場合は、先ほども話してるんですけども、ドレインだったり遅延が強すぎるんで大活躍する可能性が高いんですよ。キャラの性能だけを見ると本当にめっちゃ強いんで、それがこのキャラの怖いところなんですよね。あとは友情コンボですかね。4反射分裂弾に関しては正直扱いが難しいプラス、マーキングミサイルに関しても、まあ、最近は反射のガチャ弦につくってなるとちょっと物足りない感が出てきました。もちろんね火力は高いんですけども、どっちもね当たって楽々系の友情コンボではなくて、しっかり考えて打たないといけないんで、低難易度とかでは正直使いにくいと思います。では総合評価見ていきましょう。現状の活躍範囲だけを見るんだったら評価はね低いんですけども、最近は本当にめっちゃ転送壁のクエスト増えてるし、
今後の難しいクエストでハマる可能性は結構高いんじゃないかなと思います。で、そうなった場合は先ほどから何回も言ってるんですけども、蝶バラ効果、ドレイン、あとはね、高倍率の自強化プラス遅延があるんで、他のキャラじゃ替えが効かないぐらいめっちゃ強いと思うんですよ。なのでこのキャラに関しては超高難易度ガチ勢な人ほど 1,2 体引いておいた方がいいんじゃないかなと思いました。さすがにこれがハマったらめちゃくちゃ強いし、個人的には2体ぐらい引いておきたいなっていう風に思ったんですよ。もちろん完全に未来投資枠なんで、正直現状は評価低いんですけども、持ってるものが投資量と似ているプラス、ちょっとねルフィとも似ているんで、今後の転送株のクエストを見るんだったら引く価値は高いと思います。そんな感じで見ていきましたが、まとめですね、プレイスタイル別に評価を分けるんだったら、まず超高難易度ガチ勢向きに関してはチェーンソーマン、秋、パワーちゃんの順番ですね。秋に関しては完全に未来投資をするんだったら、正直チェーンソーマンと一緒ぐらいの評価できるかなと思います。半年後とか1年後とかにしっかり難しいコンテンツでハマってる可能性があるんで、そうなった時はもしかしたらチェーンソーマンよりも評価を上げている可能性があります。それぐらい可能性があるんで、天魔の追加層が来たりとか信号術でハマったりするのを危惧する方は評価高いと思います。逆に天魔もやらないし、剛術もあんまりやらない、やるとしてもミラクルミだったりビスケットが使えるようになってから周回するっていう方だったり、あとは普段そんなにモンストやらないっていう方に関しては、パワーちゃん、チェーンソーマン、秋、この順かなっていうふうに思います。冒頭にも話しましたが、今回のコラボに関しては結構ガチ勢向きの性能が多いんで、正直めちゃくちゃガチでモンスやってる人ほど引く価値は高いんですけども、そうじゃない方は年末年始も近いんで貯めておくのもありかなと思いました。ただコラボキャラの星4号キャラに関しては基本的に毎回めちゃくちゃ強くて、今回は姫野さん、まあ、このキャラも強いんですけども、特にこっちですね、コベニが全敵毒友情を持ってるんですよね。しかも貫通アジェン族プラスアンチギミックを4つ持ってるんで、今後毒キラーの相方として活躍できる可能性があるんですよ。なのでこのキャラに関しては特ダムでもいいので絶対に引いておきたいし、この3体の中で自分が欲しいと思ったキャラの時に10連ぐらいはしてもいいんじゃないかなと思います。以上、そんな感じで最終考察を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。